防衛省が2035年の航空自衛隊の F2 戦闘機退役に向けて次期戦闘機の開発を進めていますが、さらにサプライチェーンを目指し、ジャイウク新会社を設立したという情報を入手しました。今回は、そんな三菱重工と SJAC 一般社団法人日本航空宇宙工業会が設立したジャイウク日本航空機産業振興について見ていきます。2024年7月10日、2035年から退役が始まる航空自衛隊の F2 戦闘機の後継機種として、防衛省が導入を計画している次期戦闘機の開発を進めるため、SJAC と三菱重工業が共同出資して設立したジャイウクが事業をスタートしたことが明らかになりました。ジャイウクは今後、日本とイギリス、イタリアの3カ国で共同開発を進めている次期戦闘機の日本国内におけるサプライチェーン強化などを目指していくようです。次期戦闘機開発のための研究が日本で本格化したのは2010年頃からでした。2010年8月に防衛省が公表した将来の戦闘機に関する研究開発ビジョンがきっかけとされています。そのビジョンでは、F2 戦闘機の後継機種と将来戦闘機として、コンセプトモデルとして i3 ファイターが提唱されました。i3 ファイターのコンセプトは、2030年頃までに、無人戦闘機との連携による飛行部隊を編成して攻撃を行う、クラウドシューティングや敵のステルス戦闘機やミサイルを遠距離でも発見可能となる次世代ハイパワーレーダー。敵戦闘機を凌駕するステルス性能飛行速度の向上のみならず、高性能な電子機器や電子戦に使用される機器に必要な電力が発電できる次世代ハイパワースリムエンジン、電子戦に強いフライバイライトなどが例示されました。さらに、機体そのものの開発とは別に、2040年から2050年までに実現されるべき技術として、研究開発の結果、蓄積された情報を、ネット上で民間企業などとも共有できると期待されているようです。このビジョン内においては、将来アセットとのクラウドの確立や、発射すれば必ず命中すると言われている高出力マイクロ波兵器などのライトスピードウェポンの開発なども提唱されています。防衛省では、これらのコンセプトをもとに、次期戦闘機開発に向けて、関連技術の研究開発を進めることにしていました。当時の防衛省技術研究本部、現在の防衛装備庁では、機体のステルス性能研究用として、ステルス実験用航空機の研究開発も並行させていて、三菱重工業を、主契約企業として開発を進め、精神技術実証機 X2 を完成させ、2016年4月に初飛行が成功しています。さらに、X2 を使用した32回の飛行試験が、2017年10月31日までに実施され、ステルス性や機動性について検証が行われました。次期戦闘機の機体設計において、貴重なデータが得られたと見られています。また、ハイパワースリムエンジンは、これまでの外国製エンジンのライセンス生産などの実績がある IHI によって XF9 が開発されました。XF9 は、防衛省技術研究本部、現防衛装備庁と IHI が、将来戦闘機開発計画の一環として開発した、低バイパス非ターボファンエンジンです。IHI は、以前に開発した XF5 ターボファンエンジンの開発成果をもとに、2010年から研究開発を開始していたそうです。完成された XF9 は、F-15 イーグル戦闘機に搭載されている F100 エンジン、プラット&ホイットニー製とほぼ同じサイズで、戦闘機エンジンとしては、大型の部類に属するそうです。推力は、世界最強の星空戦闘機と呼ばれている第5世代ステルス戦闘機 F-2 にラプターに搭載されている F-119 エンジンと対等とされ、F-2 戦闘機に採用されているゼネラルエレクトリック製の F-110 と比べると3割も上回ると言われます。XF-9 は2018年6月、防衛装備庁に試作エンジンが納入されました。その後、2020年7月まで性能確認試験が繰り返し実施され、性能には問題がないと確認され、2019年4月には、
最大水力確認試験の動画が SNS などに公開されました。その他、レーダーやアビオニクスなどについても研究が重ねられ、これらの成果をもとに2018年12月18日、新たな防衛計画大綱と中期防衛力整備計画が閣議決定されました。その中では、将来戦闘機については、ネットワーク化されるだろう戦闘の中核となり得る役割を仰せる戦闘機を取得する、そのために、必要な研究を推進すると同時に、国際協力を視野に、我が国主導の開発に早期に着手すると明記しました。開発には国際協力を仰ぐ可能性も含めながらも、日本主導で戦闘機開発を行うと決定したわけです。この決定を受けて、2020年10月、三菱重工業を開発主体に選定して、正式に契約を結んだことを発表しました。三菱電機、IHI、川崎重工業、スバル、東芝、富士通、NEC の国内企業7社共同で開発することになり、共同設計の役割分担としては、三菱重工業が全体を統括、XF9 を開発した IHI がエンジンを担当、スバルと川崎重工業が機体、三菱電機が電子戦を制御するミッションシステム、東芝と富士通や NEC がレーダーを含む電子機器担当と決まり、各企業から総勢200人を超えるエンジニアが派遣され、プロジェクトチームが発足されたのです。こうして、国内開発の基盤が固められることと並行して、海外協力企業の選定も進められていました。当初は、これまでのつながりから、アメリカのロッキード・マーティンが有力と見られていたのです。しかし、2022年5月、日本政府は、次期戦闘機開発における海外企業を、ロッキード・マーティンではなく、イギリスの BAE システムズを選定したと明らかにしました。2ヶ月後の7月には、イギリス政府から、日本、イギリス、イタリアの3カ国で次期戦闘開発が共同開発されると発表され、12月9日には、3国政府から次期戦闘機の開発には、グローバル戦闘航空プログラム、グローバルコンバットエアープログラム、GCAP と名付けられたプロジェクトが立ち上げられたと大々的に発表されたのでした。つまり、日本の次期戦闘機開発計画と、イギリスとイタリア及びスウェーデンが、ユーロファイタータイフーンの後継機として共同開発を進めていた。BAE システムズテンペスト開発計画が統合され、共通の戦闘機を共同開発することになったというわけです。この GCAP に参画する企業として、日本からは、三菱重工が主契約者となって、機体の開発を担当、IHI がエンジン、三菱電機が電子機器を担当することになったのです。イギリスでは、BAE システムズが、機体、ロールス・ロイスが、エンジン、イタリアのレオナルド S、PA のイギリス法人が電子機器を担当することに決定。イタリアからは、レオナルド S、PA とアビオエアロが開発に参加することになりました。その他にも、ミサイル開発などで、イギリスに本社がある武器製造企業 MBDA も参加予定ということです。これら3カ国の企業間で、各社がこれまでに蓄積している技術を2024年中に融合させるほか、費用負担などが明確にされ、2030年頃までに基本設計を終了した上で試作機製造を開始、2035年には各国に初号機が配備される予定になっているとか。また、2023年度からは、次期戦闘機に随伴して、編隊を、形成可能な無人航空機をアメリカと共同開発する予定ということも明らかにされています。そして、日本、イギリス、イタリア各政府からは、GCAP を推進させるための政府間組織を、2024年秋頃に発足させる方向で最終調整に入ったと報じられましたが、その共同開発を管理する国際機関 GIGO、JIGO の設立条約が、2023年12月に署名されたことが発表されました。その後3カ国間の各分野の関連企業同士は協業企業契約を結ぶなど共同開発体制が整えられました。各国内でも次期戦闘機開発に向けた体制づくりが進められているとみられています。日本は次世代戦闘機の開発を進めています。
その一環として、三菱重工業と日本航空宇宙工業会が、日本航空機産業振興会 JIUC を設立しました。無人航空機との連携など、次世代技術の導入も計画されており、国際機関 JA/IGA を通じて国際共同開発が進行中です。この動きは、国際的な防衛技術の進展と日本の航空産業の革新に大きな影響を与えると期待されています。